久保さん、今回点にしましょうか。ね。あ、1にしようか。1にしましょうか。2に来たから1に。まあ1点集中ですね。まああの時間はもう、まあ僕もね、久保さんも50ですか。来月50ですか。僕も40で。<laughs> そうですね。10月同じ生まれっていうね。これもまた。うん。いや、時間ないんですよね。そう。時間がないんです。 な時間がないからどこに一点集中で時間をかけるのかっていうのはすごく大事だと思います。だからよくね、いやーちょっとお金がないから、ちょっとっていうね、あるじゃないですか。いやお金より時間の方がないよっていう話ですよね。じゃあお金をかけません。じゃあ無料でいろいろ調べる。時間がかかりますよと。うん。独学でやる。時間がかかりますよと。うん。久保さんももし独学でやっていたら多分、 3年で1億までは行ってないと思いますけどね。独学でなんかいろいろやってみたら。まず独学でやっていたら即果塾は多分生まれたかな。生まれないんじゃないかな。わかんないですけどね。それはもう一つの道のパターンがわからないので。でも生まれてない可能性が結構高いんじゃないかなと思います、ね。独学でやっていたら。うん。なんで、わかんないしね。どうやってやるのか。うん。要は、買えば、 あ、こういう商品なんだってわかるんじゃないですか。あ、なるほど。塾っていうのはこういうふうにやればいいんだっていう商品の中身がわかるわけじゃないですか。でも、買わないと、そもそも塾って何を提供するのかわかんなくないですか。<laughs> 買ったことによって、あ、塾ってこういうふうに提供すればいいんだなっていうのがわかるから、自分も再現ができやすいじゃないですか。買わないとわかんないんで。塾どうやって提供してるのか。うん だから多分、速っ塾っていうのは生まれなかったのかもしれないですよね。うん。だからまあ、買った方が、結局その、時間を買ってるようなもんで、うん、時間は有限なんで、それはどう思うかですよね。ああ、今目先のお金がなくなるうわ、お金、お金ダメだ、これなくなったらダメだってやってる人は、ずっと、あの、時間なくなるでしょうね。うん。だからその、何すかね、その、 別に無駄遣いではないじゃないですか。自分への自己投資というか、その自分の人生を変える、自分の収入を上げるための勉強代、教材代、参考者、それは無駄遣いではないと思うんですね。そこに貼れるか貼れないかって、一点、一点張りでこう貼れるか貼れないかって結構僕大事だと思うんですよ。うん。だからまあ、なそ、そこも何を考えて、その、うん、塾とかコンサルに入るかですよね。 ただ、うまくいかない人の傾向としては、塾とかコンサル入ってもうまくいかない人の傾向としては、その、なんだろうな、べ、自分の勉強としてこう入るんではなく、儲かりそうだから入るっていう人は、まあ、うまくいかないですね。要は、儲かる情報に金払ってるみたいなね。入れば儲かるんでしょうと。即下塾に入れば儲かるんでしょうと。みたいな、億万長者合宿に参加すれば、億万長者になれるんでしょうみたいな人は無理ですね。無理。それは無理。 だってそれは自分に投資してるんじゃなくて、儲かる方法を買,買いたいんでしょ儲かる方法があったとしてもやらないといけないですから。自分がやる意思ですよね。もうそもそもやる意思が欠落してるんです、それは。うん。何もしなくても儲かるみたいな。<laughs> 無理ですけどそんなのは。だちゃんと勉強して、ちゃんとやるぞと、自分の成長のためにやるぞみたいな人は、もうどんどんお金払った方がいいですよね。やだってやる前提なんだから。 でも、後者の場合は、儲かる方法前提ですよね。儲かるか儲からないかっていう前提条件で買うので、それはあんまうまくいかないですね。いってらっしゃい。